はい、どうもスパルです。バトルフィールド5プレイしていきます。ということで、今回は、モード、コンクエスト、マップ、エアドロームで、分隊長になったんで、序盤は、シュトゥルムゲベアを使い、歩兵で無双しつつ、ポイントを貯め、最終的には、シュトゥルムティーガーを出して、このチームを勝利に導いていこうと思います。外周戦車いるね。お、歩兵だ。分かった。これ、裏でぶっ壊せねえか。あ、いけそう。一個。パッパ、オッケー、はがやかに。待って、対空戦車じゃなかった、今。ミスピックか。で、裏側でダメージ入ってる。これ、ダイナマイトで。おー、危ねえ。よいしょ。一回下がろうか。分かった。結構やられてんなー、F 側。で、F 取られてんのか。この先、敵ありだね。爆発ダメージが入らないか。赤手来てる、内側入った。お、ナイス、戦車。カバーは入ってくれてるんだけど、外周をできれば相手してほしい。オッケー、これで蘇生回れるかな。よし、いかれいかれ。とりあえず周辺は索敵して歩兵倒したいね。で、多分 F 側からも流れてくるから。あー、ピン刺してるね。キピンキピン。裏側から来てるわ。ただちょっと内側先に相当しておきたいね。こっち攻略されちゃうと全部終わっちゃうからね。わ、火炎放射系いるわ。火炎放射系じゃないな、火炎放射系ガジェットか。また BF1 とぐちゃぐちゃになっちゃった。オッケー、倒した。うわ、危ねえ。熱々熱々。それ蘇生してあげたいけど無理そうやけど、まだ吠えそうだね、これ。うわ、熱々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 。あっ、危ねえ。オッケー。で、さっきスナイパータワー付近から赤点打ってたけど、あー、まだいるね。分かった。オッケー、姿いいね、いいね。これ湧き方的にビーコンありそうだな。どっか探したい。ん、そっちから、後ろからも撃たれてる。で、あー、いた。オッケー、先ビーコンぶっ壊す。オッケーオッケーオッケー。これで脇はちょっと減るか。これビーコン壊さないと一生終わんないね。多分まだたくさんあると思う。ヘッドは入れた。残りミリ。ガチで惜しいわ今の。分かった、オッケー。ふう、一人一人徐々に処理していこう。それキピンってことは裏側か。廊下側だね。もう塞がれてる。これ撮影ありそうだね。こういった時はダイナマイトで葉っぱダメージ入った。でもう一個投げて葉っぱダメージ入らず。外周逃げたか。ん、分かった。分かった。 OK。 あっ、ビーコン OK。 ビーコン破壊で、これで裏から湧くのはなくなったけど、いや、なかなか C が取れねえ。なんでだ。結構頑張ってんだけどね、内側破壊で。分かった。で、まだいるね、赤点。蘇生入ろうとしてる。 OK、許さん。よし。で、内側戦車か。あと、スガット、あぶねえ。病にやった。分隊一掃はしたけど、戦車いるからな。うわ、結構歩兵が多い。無理か、さすがに一人じゃ。OK、分隊湧いたか。オッケー、ナイスカット。裏がいそうだな。あと長くなりそうだ、 C ポイント。いやー、さすがに2人は無理か。まあ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 、序盤にしては分隊ポイントもこれ1万3000溜まってきてるから、あと少しではあるね。もう一回 C ポイント再チャレンジして、どんどん分隊ポイント貯めていこう。これスポットフレア破壊で、ことはもう前線上がりそうになってるって感じかな。近いね。なるほどね。そこで LMG を置いてひたすら伏せ撃ちって感じか。ダメだな、さすがにこれ以上は顔出せないか。完全にヘイトがこっちに向いてる。で、右側これ流れれば熱いんだけど、スナイパーが怖いね。 B ポイント側のいるな。一旦ね、ちょっとずつ手前をやっていきたいんだけど。分かった。裏取り勢がちょっと欲しいな、もう少し。これは入った。 OK。 よし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 、結構削ったからね。開いた時は大体パックで飛ぶ。葉っぱダメージ入った。歩兵いるね。もう一個葉っぱダメージ入らず。ナイス回復、ありがてえ。これ分かった。おお、待て、忙しいね。
どんどん一緒についてきてほしいけど、あ、クソ無理か。今やれたと思ったんだけどな。ちょっと味方分隊がスナイパーイモポジでずっとイモってる。お、ナイスナイス、ありがとう。お前だけだ俺の分隊員は。分かった。これちょっと内側から破壊しよう。これスリーカット、ただ対岸かいる。ごめんなさい。 OK、 分隊一掃。味方がやられてる。どんどん入ってきてくれ。待って、シャーク当たりん。 OK、 破壊忙しい頭フル回転状態。いいよ、分隊ポイントも溜まってきてる。おい、ツーカット。まだいるね、歩兵が。これ上上がってどんどん前上がっちゃおう。攻めが最大の防御。ここで止まっちゃいけん。オーケー、倒した。で、まだ下にいると思うんだよね。オーケー、倒した。もういないね。よし。で、あとこのゲージは手前か。ちょっと待ってな。ダイナマイトがないから。この裏は翻弄させ殺すわ。うわ、それやれねえか。ちょっと待ってな。これね、土の側から来そうではあるんだよね。ワンちゃんここで角置いて。うわー、そのロングまだいんのか。さあ、ここどこー、スナイパーイモ勘弁してくれ。これちょっと行くわ。あ、でも分隊ポイント結構溜まってきたな。次もう出しちゃうか、シュチルム T が。味方が出す前に、まあ最速ではあるね。めっちゃいる。分かった。まだね、トラックくらいいると思うんだよね、これ。上がりのつって。姿を。結構奥めのやつやっちゃったな。で、さっきスナイパーがいたから、お、いた。おめ、倒した。ふぅ。これで C への入り口は出来上がるかな。オッケーオッケー。あっぱ、いないか。これもね、シュテルム D が出したよ。よいしょ。さてと、380mm 砲弾を。C ポイントにぶち込む。そして歩兵を全滅させる。で、敵の戦車がね、全くいないんだよね。最初にぶっ壊したやつ以降が全然いないんだが。あ、山から砲弾。こんな序盤に山芋してるタンクが。嘘だろ。あ、ダメージ入った66ダメージ。結構痛いんじゃない。さあ、これ当たるかな。いや、無理か。あ、もう一台芋タンクいるんだけど。嘘だろ。まだ C ポイントの取り合いだぜ。逆にあんだけ俺らタンク前出てて C 取るの遅すぎたなだとしたら。ただこれ敵のタンクがあんなにも芋ってるってことは、このシュトルムティーガー君、芋ることに専念してもいいってこと。一生飛ばすぜ、この放物線を描く380mm 砲弾。痛いでー、これ食らったら。すげえとこに持ってるやる気あんのか、あのタンクは。なあ、これ届く？うん、届かない。無理だわ、その距離は。もう歩兵狩りかますか、こうなってくると。で、おお、なんだ、味方のタンクはぶっ壊したのか。 F 側から回って B 側行ってみるのもありか。ちょっと前線怖いな。岩とかの遮蔽物が結構多いから、突撃ゲートが芋ってたら、シャレにならん。まあまあ、このまま行きますか。ただ、味方のね、スナイパーがずっと芋ってるから、あれでタンクの場所とか、随時報告してくれるのかな。とりあえず、この距離は。なんだって？まさかの右？そんなとこまで来てんのか、お前。ほげ、ぶっ壊した。あっぷねー。なんとかなったわ。C 中砲撃刺さりそうではあるけどね。ファイヤー。オッケー、強すぎる？あ、いいね。ゲージ動いた、ゲージ動いた。で、これ蘇生しようとするから、ファイヤー。どうよ。オッケー。引っかかった、引っかかった。あ、やばい。イモスのタワーに、敵がいる。あー、間に合わなかった。すまん。まあ、いいや、いいや。とりあえず、タワーのやつはやった。で、随時、砲撃を打ち込む。どうよ、これ。ダメージ入らず。手前側もういないか。範囲ダメージ半端ないからね、シュチルムティーガーのこの 380mm 砲。ダメージ入らず、ちょっと手前すぎたか。ちょ、味方と一緒に前出ますか。そろそろタンク前出てきてもおかしくないとは思うんだが、どうかな。これどんどん前目に詰めよう。お、タンクが
AC 感いるが、ちょっと待ってな、 D ポイントまずやるわ。 OK 分かった。で、キル足も入ったからこれで2人カットかな。おお、また登ってるぞ、荷物のタワーに歩兵が。おい、あ、それ2人やれないの、やばい、まずい、間に合うか。あ、ごめん、間に合わないよそれ。気づけ。ああ、ナイフキルされてる。あ、でもやってくれたね。 OKOK。さあ、 A ポイントと C ポイントの間、あ、戦車来てんね。ちょっと待って待って待って、大丈夫かその輸送車両。まあ、奥にも、あー、ダメージ入っちゃってる。ちょ、その輸送はもう救えないね。あ、 OK、 死んだか。これ下がってきそうではあるが、どうだ。ちょっと歩兵に見られてるから、これバレてそうだな、裏取り。このね、山の横から、はい、こんにちはと。 OK、 破壊確認。ん、まだ山上に持ってるタンクおるって、懲りねえなあいつ。そろそろ前出てこーい。お、 F ポイントが取られてるで、 C も取られてる、まずいね。これ F は守りたいが、まあ戦車が結構下がり目で敵来てるから、まあなんとか C ポイントは歩兵に任せて、ちょっと遠距離砲弾飛ばしますか。さあ、ここから当たるかな。結構運ゲーではあるけどね、敵の拠点になる前に。どうよこれ、刺さるんじゃない。ああ、ちょっと透明だね。もう少し下か、このぐらいか。どうよ、おお、刺さった、2人はやった。あ、しかもゲージ下がってる、ナイスナイスナイス。多分全滅刺したわえぐー、この距離で F ポイントを守ってしまった。で、あとは C 中援護しよう、この辺りでしょう。ファイヤー、オーケー、ツーカット。結構多いな。いやー、もう味方全滅してる、マジかこれ。左の通路バッテンだらけ。おー、なんだなんだお前、おお、ふざけてんのかこいつ。なんでこいつはここまで近寄ってこれたんだ。あ、オッケー、キル取れたとりあえず適当に言っとけばなんとかなるんだよな。下がり柄のファイヤー、どうよ。あ、刺さったやられた側はこれたまったもんじゃないけどね。常にちっちゃい V1 ロケット飛んでくるようなもんだから。お、ビークルダメージ入ったか。まあまあなんとかなるでしょ。 OK、 C 取れそう、 C 取れそう。結局タンクこれ前出てこないね、敵。まあ最後の最後でちょっとキル欲しがって一気に特攻してくる可能性あるから、そこを刈り取るっていうのもあり。あー、奥にスナイパーいるね、ちょっと待ってな。あー、ダメージ入らずか、もう少し手前ぐらいか。戦車結局出てこないじゃんこれ、全然見当たらない。分かった、待ってな、これ左側に歩兵が流れたからそれもやりたい。あー、いるね、まだ。あ、移動してる移動してる、だけど無駄よ。 OK、 つがった。あ、裏側から輸送車両が来ているけど、まあでもポイント的に終わりか。おい、ジジイというで、お疲れ様でした。山芋タンクやれなかったのがちょっと残念だけど、まあまあまあ、いた仕方なし。58キロ8です、いいね。あー、なんか騒いでんぞ、なんかバカにされてるわ。なんだ、ちょっとこういうのはね、聞いておく。多分スコアが一番高かったから俺のことをチーターと思ってる可能性があるね。ちなみにこの騒いでるのがさっきの山芋タンクだね。さあ、なんて返ってくるか。大体これでチャットするとね、返ってこないのがバトルフィールドではあるからね。チーターゲームだった、バカー。あー、壊れちゃった。